動的に離婚する方法もあるにはあるけど、その場合離婚を申請した方のアイテムが 100% 相手の取り分になるの。逆に言うと、アイテム分配率が 100% 対 0% の場合以外の離婚には必ず合意が必要ってことね。私のストレージもキリト君のストレージも空になったわけじゃないし、ちょっと考えづらいかな。てかよ、もう一度結婚し直せばいいんじゃねえか。受諾なんかしねえよ。一生の記念にするだけだぜ。仕方ないもんね。よしよしよし。おい、ちょっといいか。どうしたの？
けど、今日は作りたい武器の参考にいろんな武器を見比べてみたいのよ。街まで行けばいろんなプレイヤーの装備を見られるでしょ。それも76層まで来た高レベルプレイヤーの。キリトには使う側からの視点で武器を評価してほしいの。アジアの目と剣士の目が合わされば、多角的な面から装備を評価できるでしょ。まずはブラブラしながらプレイヤー装備の拝見といきましょうか。感じの剣もありってことか。ん？キリトとリズベットじゃねえか。二人で楽しくデートとは羨ましいね。皆まで言うな。男女連れ立って街を歩いてたら、そりゃデートってもんだよ。だからこれは。そうムキになるな。年頃の娘が毎日ハンマー振って青春を浪費するなんて悲しいじゃねえか。たまには青春を謳歌してもいいだろう。いやむしろこんな時だからこそ。だがキリト、若いのはいいことだけどよ。おめえ、アスナを泣かすなよ。だからそんなんじゃないんだってば。ほらキリト、あっちの店に行こう。そんじゃあな、ぶり楽しめよ。後でエギルに事情を説明しとかないと。そうね、ああ気が重い。お二人さん、いらっしゃい。ついさっき珍しいものが入ったんだ。よかったら買うかい？それどころじゃ。え、そうなんだ。
キリトよろしく。お任せするわ。この古文書だよ。秘伝の書？ちょっと見せて。かつて武具を作る一族あり、一族の作る武具ことごとく優れ、その力は神のごとくなり。我ここに古より受け継ぎし、その武具の精錬方法を伝える。だってみたい。素材にゲラチオン鉱石、炉に入れる聖なる豪華、火事に使うベルンドハンマー、それから最後に武器を使う相手と、ってここでページがちぎれちゃってる。徹底したクエストは今まで見たことがないもの。それにこんな上層でハンマーや炉の火を揃えるクエストだなんて、これはきっととんでもないわよ。そんなにすごいものなんだって。剣士が武器に命を懸けているように、鍛冶屋にとって設備はものすごい重要なの。こんなので武器を作ったりしたら、どんなものが出来上がっちゃうんだろう。どうしよう、どうしよう。で、ごめんね。よし。
よし。キータくん。よし。よし。いいかしら。私の方の準備はできて。そういえばスキル系統について聞きたいんだけど。試しにいくつか習得したけど見てくれない？なくても
も最初からそのつもりよ。はい、ここだから。それ取ったらまずかった？それっていいことなの？何かの役に立つ？まだ何かある？これ、私も知らない。昨日は習得リストになかったし。どこに行くの？そんなとこ何しに行くのよ。してるわね。少しね。あ、着いたみたいね。骨董品屋。ここ本当に営業してるの？いらっしゃい。私一人だったら絶対入らないわね。今のところ本当に役に立たないものしか転がってないみたいで。お、これなんか珍しい。ああ、そいつは弓だな。数日前に偶然手に入ったんだ。
珍しいものだが役には立たんよ。それ私に。うん、持てる。打てそう。アリはあまり作りたくなかった。どこかで食べていか。何よ、私にはおごられたくないっていうの。フィールドのモンスターはまだ私には手強すぎるし、町にいてもスキルの訓練以外やることだから、いろいろなお店を見て回っているの。それにしてもゲームなのにいろいろなお店があるのね。これは夢中になるのもわかるわ。雰囲気がね、落ち着ける感じ。何でも好きなものを頼んでいいわよ。期間限定メニューは、これを目当てに一人で何度も通っちゃったんだから。それにしてもなんだか不思議。リアルでは会ったこともないあんたと喫茶店で一緒。でもこれってゲームの中の出来事なのよね。実体のない夢みたいなもの。とかそんなつもりじゃないわよ。ねえ、リアルでも一緒に喫茶店に行ったりできるといいわね。なんでもないわ。あんたが食べてるのもらい。よし。
スイッチ。やあ、了解。スイッチよろしく。ナイス。わかった。頼んだぞ。了解。しばらく引きつける。
キリと